実家暮らしの姉の話。私は小さい頃から体が弱くて定期的に病院に通ってる。なので実家によく娘を預かってもらうけど、仕事から帰った後、母と一緒に世話してくれる。娘も姉が好きで、実家に預ける時も喜んでるんで、非常に助かってる。ただ、姉は同世代と比べて、ちょっと、困ったところがある。娘がまだ幼児の頃、姉のお気に入りのぬいぐるみで遊んでて、ちょっと汚したことがある。その時、姉は、私は怒りましたよ。と言いつつ、娘にお尻を向けて、爆弾。とおならを引っ掛けた。娘は、キャーって笑いながら逃げたそうだ。問題は、娘がそれを覚えてしまって。家に帰った後、人に向かってお尻を突き出し、オラー、ブッ、ってやるようになってしまったこと。家に遊びに来た義父がそれをやられて、義母が笑いながら、テレビで覚えたのかしら？しんちゃんとか言うの？女の子なんだから、そんなことしちゃダメよ。って娘に注意してくれた。私も見かけたら注意してたけど、やっぱり面白いのか、少し年齢が上がるまで続いた。私も、見せるテレビは注意しなきゃなって思ってたら、夜に、二人の時、主人が、上記の姉の行動を説明してくれた。たまたま、主人が、娘を迎えに行ってて、隣の部屋から見ていた。姉は、主人に気づかずにやったみたいで、主人がいることに気づくと、〇〇家の一子相伝の技です。って言い訳しつつ、娘を追いかけ始めたそうだ。今、娘は小学校低学年。連絡帳に、先生から、先生が、子供の頃の遊び？話題？で、よく周囲を楽しませてくれます。って書かれる。おそらく、というか、間違いなく姉が発信源。姉には感謝する反面、娘に突飛なことを教えてくれるな。との思いがある。